2020年5月10日から5月16日今週発売予定の気になる PC ゲーム。最初はアトム RPG トルドグラッド。プラットフォーム Steam、 発売予定日2020年5月12日火曜日、早期アクセス開始。ジャンルターン制 CRPG、 日本語未対応。アトム RPG の続編となるターン制 CRPG、 前作の2年後を舞台に、かつての核爆発と社会崩壊のテストに耐え、人類最後の希望と考えられている大都市へと向かう物語。アトム RPG の大型拡張 DLC として開発が進められていたものをスタンドアロン版に変更した作品のようです。また前作をプレイ済みの場合は主人公を引き継ぐことができるようです。2作品目、ジェットランサー。プラットフォーム Steam、 発売予定日2020年5月12日火曜日。ジャンル 2D ドッグファイト、日本語対応。族や機械兵器が跋扈する街を舞台に、傭兵のアッシュがエースパイロットを目指す 2D ドッグファイト。高速かつアクロバティックな操作で敵パイロットや巨大ロボットに挑め。デモ動画を見ると、単純な横スクロールではなく360度あらゆる方向から攻撃があり、それを高速に旋回して回避や攻撃をしていて、慣れるまで大変そうです。3作品目、ハントダウン。プラットフォームエピックゲームズストア、発売予定日2020年5月13日水曜日。ジャンル 2D 横スクロールアクションシューター、日本語対応。犯罪組織に支配され、警察ですら躊躇するような暴力に満ちた未来が舞台の 2D 横スクロールアクションシューター。バウンティーハンターとなり、犯罪組織を根絶やしにしよう。ローカルコープに対応しているようですが、 Steam のリモートプレイトギャザーのような機能はないので、シングル専用と考えて良いかと思います。思う存分したい方におすすめです。4作品目、バーチャバース。プラットフォーム Steam、 発売予定日2020年5月13日水曜日。ジャンルポイント&クリック型アドベンチャー、日本語未対応。近未来のサイバーパンクな世界を舞台としたポイント&クリック型アドベンチャー。主人公のネイサンとなり、突然姿を消してしまった恋人ジェイの失踪の謎に迫る。ピクセルアートで描かれたサイバーパンクな世界が好きな人におすすめです。以前は日本語対応となっていたようですが、現在は消えてしまっているのが残念です。5作品目、バスメカニックシミュレーター。プラットフォーム Steam、 発売予定日2020年5月14日木曜日。ジャンルバス修理シミュレーター、日本語未対応。経験豊富なメカニックとしてガレージに来る故障したバスをメンテナンス、修理、テスト、復元するバス修理シミュレーター。修理・点検可能な箇所は2000以上。必要な工具やパーツも自分でガレージ内を歩いて探すなど、かなり本格的なシミュレーターのようです。どこまで本物に近いか分かりませんが、ある程度バスの構造に詳しくなれそうな気がします。6作品目、ケフェウスプロトコル。プラットフォーム Steam、 発売予定日2020年5月15日金曜日、早期アクセス開始。ジャンルリアルタイムストラテジー、日本語未対応。
隕石により飛来した謎のウイルスの感染が拡大しているサンフランシスコを舞台に、部隊を指揮して感染者の襲撃に耐えつつ最初の感染者であるペーシェントゼロを追跡するリアルタイムストラテジー。基地を建設して部隊を訓練したり、防衛用の兵器を配置したり、また早くペーシェントゼロを見つけないと感染が拡大し兵士にも感染する可能性があるようで、かなり大変そうです。7作品目、ライブラリーオブルイナ、プラットフォームスチーム、発売予定日2020年5月16日土曜日、早期アクセス開始。ジャンル図書館バトルシミュレーション、日本語対応。2018年に発売されたロボトミーコーポレーションとバックボーンを共有する後継作、師匠を育てゲストを招待し、サイコロとカードを用いたバトルで勝利し本を手に入れよう。前作からのキャラも登場して、前作から続く物語もあるようですが、ゲームシステムは前作とは全然違いますね。字幕は日本語に対応していますが、音声は韓国語のみのようです。最後はテーブルトッププレイグラウンド、プラットフォームスチーム、発売予定日2020年5月16日土曜日、早期アクセス開始。ジャンルテーブルゲーム、日本語未対応。物理演算を用いて最大8人でチェスやトランプなどがプレイできるテーブルゲーム。自分たちで新たなルールを作って公開できるのが最大の特徴。 VR にも対応。いろいろなテーブルゲームが好きな方、新しいテーブルゲームを作って世界中の人にプレイしてもらいたいと思っている方におすすめです。今回紹介したゲームはいかがだったでしょうか。ご意見ご感想をいただけると励みになります。また気に入っていただけましたら登録お願いいたします。それでは。